ビルをなくして他の風景が特徴的となっております。それぞれ名前の付いているところが多数ございますが、この右手のところはゼルヌーの丘と名付けられておりまして、夏場走りますとここお花畑になるところなんです。でこの奥に参りますと、あのケントベリーのポプラの木もですね、あの展望台から望むこともできる、そういった場所となっております。でゼルヌの丘、ゼルヌというのが造語、作った言葉でございまして、風薫る丘に遊ぶという言葉、風の音薫るのる遊ぶということでゼルヌという名前がついたところです。で私たちはこの国道をですね、裏の方面に向けて進めてまいりますが、この右手後ろ入り込む道がございまして、パッチワークの道と名付けられております。あの上空からご覧いただくと、このうねるような丘がですね、きれいにあの畑に区画されておりまして、作られている作物によってまた緑色の度合いも違ってまいります。あの布を履き合わせたパッチワークみたいにご覧いただけるということで、パッチワークの道、丘全体がパッチワークの丘というふうに呼ばれておりますが、その沿線まいりますと、先ほど触れましたケントベリーのポプラの木とか、あとセブンスターの木とか、よくあのガイドブックとかで登場いたします名前のついている木も、まあ、見学しながら走ることができるルートとなっております。でこの辺り周辺が、まあ、美瑛町の市街地が見えてまいりましたけれども、でこの市街地から逆に左手奥進めてまいりますと、十勝岳連峰という山並みがありまして、その山裾の車で言いますと大体20分ぐらい走ってまいりますと、近年有名となりました青い池ですとか、またさらに奥の方に参りますと白金温泉というところがございまして、その温泉地のところでは白髭の滝という滝もですね、なかなかあの見応えがあるということで人気のスポットとなっております。青い池はですね、2012年にアップル社のパソコンの壁紙にもあの登場した景色ということで話題となっておりますが、ただこの冬の季節はさすがに凍っておりまして、その凍った上に雪が積もっている状態ですから、青いところではなくなっているんですけれども、夜ですね、青い色でライトアップしておりまして、あの夏のその青い池をその冬でそのライトアップで再現しているという、そういったイベントも行われております。ただライトアップですから、あの夜にならないとご覧いただくことができませんので、もしあのご興味おありでしたら、またあの今の冬の季節でしたら夜の青池のライトアップもですね、人気でございます。そちらから車で5分ほど離れてまいりますと、白金温泉というところもございますので、温泉をお楽しみいただくこともできるようになっております。でまた夏はそこからさらに奥まったところ、山の上の方に進んでまいりますと、十勝岳の中腹、大角台という展望台もございまして、春日山の十勝岳も雄大にですね、間近に望むことができまして、眼下の景色も広々として、あの雄大な景色が楽しめる大角台というところもございますので、間近よろしかったらどうぞ。美瑛町も見どころ盛りだくさんの街でございますので、いろいろとまたご見学しに来ていただければと思っております。でこの先参りますと、小さな川を渡って参りますが、美瑛川という川でございまして、この美瑛町の由来となった川だということなんです。美瑛はアイヌ語のピーエ、油切った油で汚れたというような意味合いがあるようで、その十勝岳連峰から流れ出てくる川なんですが、硫黄成分を含んでおりまして、白っぽく水が濁っている川なんですね。それで、まあ、アイヌの人々がその油切ったように油で汚れたように見られたところから、その意味合いのアイヌ語の言葉ピーエが変化して美瑛と一名になったのではないかということで、その美瑛川が地名の由来となった川ではないかというふうに言われております。このように北海道の地名、大体の8割以上市町村の名前といたしまして、アイヌ語からついたものが多いので、川の地名が多いと言われております。この下の小さな流れが美瑛川でございます。ではこれからこの美瑛町からさらに南下してまいりまして、上富良野町、中富良野町の区域を抜けてまいりますと富良野市ということになってまいります。周辺富良野とつくところが、4箇所ありまして、北から上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町と続いておりますので、この美瑛から富良野方面に至るところ、少しこう高台に上がってまいりますと、この起伏のある、今こう雪で覆われた、雪原の風景というのもですね、なかなかあの綺麗な景色でございますので、こういった車窓から移り変わる景色、お楽しみになってきてくださいませ。この先の上富良野や中富良野などは、夏7月からお越しいただくと、ラ
ベンダーが有名なところです。上富良野町でしたら日の出公園ですとかフラワーランドとか、中富良野町でしたらとても有名なファーム富田とか、あちこちお花畑が点在するところで、ラベンダーがこの周辺は有名なところでもございますから、ぜひ次回夏の季節お越しいただくのであれば7月のラベンダーの時期お勧めさせていただきたいところでございます。では、富良野駅また近づいてまいりましたら